竜巻発生角度、ナウキャスト竜巻発生角度、ナウキャストとは、気象庁が発表する防災気象情報の一つである。2008年3月に開始された竜巻注意情報に続き、2010年5月に開始された。竜巻などの突風は規模が小さく、レーダーなどの観測機器で直接実態を捉えることができない。そこで竜巻発生角度、ナウキャストでは、 気象ドップラーレーダーなどから竜巻が今にも発生する可能性の程度を推定しこれを発生角度という用語で表す竜巻発生角度ナウキャストは竜巻の発生角度を10キロメートル行使単位で解析しその1時間後までの予測を行うもので10分ごとに更新して提供する分布図形式の情報として防災機関などに提供するほか 気象庁ホームページでも提供される。また、民間事業者による携帯コンテンツサービスも準備されており、屋外活動での利用も可能になる。ナウキャストには発生角度2と発生角度1があり、発生角度2となった地域で竜巻などの激しい突風が発生する可能性は7から14%となる。発生角度には、 竜巻注意情報の発表につながることから、できるだけ絞り込んだ予測としているため、発生角度1に比べて予測の的中率が高い反面、見逃しが多くなる。発生角度2の補足率が50から70%というのは、実際に発生する突風事例のうち50から70%の事例を予測できるということであり、言い換えると見逃す事例が30から50%は、 あるとということを指す発生角度1は発生角度2で見逃す事例を補うように設定しており広がりや出現する回数が多くなる。このため発生角度1以上の地域では見逃しが少ない反面予測の的中率は1から7%と低くなる。発生角度1以上の補足率は80%程度で言い換えると見逃す突風事例は20%程度となり、 発生角度2よりも少なくなる。竜巻発生角度、ナウキャストで20分後の予測までに発生角度2がかかる地域に竜巻注意情報が発表される。竜巻注意情報の発表後も状況は刻々と変化するため注意が必要な地域の詳細や今後の経過は10分ごとに提供される竜巻発生角度、ナウキャストで確認するという利用が効果的である。 竜巻などの激しい突風が発生する可能性があるため急な突風の発生に対する注意が必要となる。発生角度2が現れている県等には竜巻注意情報も発表される。竜巻などの激しい突風は積乱雲のもとで発生する。次のように発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど身の安全確保に 努める必要がある。以下のような状況になると、竜巻の発生源である、積乱雲が接近している恐れがある。発生角度2よりは低いが、竜巻などの激しい突風が発生する、可能性が高い状況。発生角度1は、発生角度2に比べて、頻繁に現れるため、空振りも多くなるが、竜巻などの激しい突風の発生を見逃すことが、少ない情報である。 突風による影響が大きい作業や行事を行う場合には発生角度1にも十分留意しなければならない。なお、発生角度1と発生角度2の違いは竜巻などの激しい突風が発生する可能性の程度の違いを表現したものであり、発生するまでの時間的な切迫度を示したものではない。発生角度1も竜巻などの激しい突風が今にも発生しやすい。 気象状況になっていることに違いはない。滝下洋一。竜巻発生角度ナウキャストの提供開始。日本気象学会機関誌。天気日本気象学会。2021年4月23日閲覧。ABCD。竜巻発生角度ナウキャストとは。気象庁。2020年10月18日閲覧。竜巻注意情報との関係。 気象庁、2020年10月18日閲覧。ABC、竜巻発生角度、ナウキャストの見方。気象庁、2020年10月18日閲覧。ありがとうございます。